来たわね。じゃあ早速一つ目の礼儀作法の授業に入るわよ。待った、やっぱり確認しておかないと安心できない。まだそのことを言っているの？君たちって私以上に気にするタイプなのね。安心して、恨みを覚えておくのとそれを返すのとはまた別よ。今はまだ復讐するような気分じゃないから。復讐も気分次第なのかよ。私は心の中に山ほどの恨みつらみを抱えているわ。復讐するにしてもしっかり順番通りにやっていかないと。君たちの番はいつになることやら。そんなにあるなら、オイラたちとのいざこざはなかったことにするのはどうだ？それはダメよ、考えが甘すぎるわ。私の手柄を横取りしたり、悪者扱いしたり、おじを疑ったり、どれも恨むには十分な理由だと思わない？そんなに心配しないでちょうだい。少なくとも調査の一件では何もしないから。私はそこら辺に関する区切りはしっかりできているつもり。もしおじが何もやっていないのなら、調査をしても何の問題もない。逆にもし本当に何かをやっているのなら、罰を受けて当然。これが私の考え、納得した？よし、じゃあ授業に戻るわね。貴族は二つの礼儀作法を重視するの。それが言葉遣いと所作よ。まずは言葉遣いから。日常生活であろうとも、貴族は独特な話し方をするの。おお、その独特な言葉遣いならオイラもうできるぞ。この恨み覚えておくわ。はあ、全然違うわ。それにおかしい。お前の真似をしたんだぞ。しかもおかしいって言っちゃダメって言ったのもお前だろ。まさかお前って普段一族の礼儀作法を守ってないのか？だって面倒じゃない。どれほど面倒かは今からやるお手本を見たら分かってくれると思うわ。うん、そうね。友達と挨拶する時の場面をやるわね。親愛なる友よ、夜明けの朝露とともに良い一日を。夜明けの、なんだ？これは朝友達に会った時に使う言葉よ。それも身分が同じくらいの相手にね。朝露とは珍しくないもの。つまり友情は価値で測るべきではないという意味よ。また互いの交友は淡き水のようにという意味も含まれているわ。もっと気をつけるべきなのは、この言葉を親友に言うと怒らせてしまうところね。え？でもさっき親愛なる友って言ってたような。確かに親愛なる友だけど、そうね、こう言ったらわかるかしら。この言葉はローレンス家では仲が良くも悪くもない友達に対して言う言葉なの。貴族はメンツを重んずるもの。普通の友達に仲が良くも悪くもない友達と明言してしまうより、親愛なる友と言った方がメンツを保てるのよ。だから本当に仲のいい友達に親愛なる友なんて言葉を使ったら、わざと疎外感を出しているのかと勘違いされるわ。これはまだ第一歩よ。挨拶をした後が本番。それは分かった。いいわよ、私についてきなさい。
適当に誰か見つけて話してみるわ。あんた、ローレンス家のエウルアだろ？なんか嫌な予感がするんだが。せわしき者よ、しばし立ち止まるがいい。高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、なんだっけ。あ、そうだった。最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよう。突然意味のわからないことを言い出して何なんだ。待って、こういう状況になった時家訓ではどうしようってあったっけ。争いが起きた時、一族の名声と尊厳を最優先すべき。そうそう、これだわ。うん。庶民としてモンドに生を賜ったこと、敬意を払うべきだが、いかにしてそのようなざれ事を。はあ、ローレンス家の人間はみんな頭がおかしいのか。ローレンスが支配する時代はもう終わったんだ。何をしようと知ったことじゃない。どっか行ってくれ。だとしてもだ、何をしようと俺は関わり合いたくない。ローレンス家の人間には何も言うことはないからな。それと一つ忠告だ、モンドにいるのならローレンス家の人間にはあまり近づかない方がいい。他に用がないのなら俺はもう行く。このまま好き放題言われたら俺の堪忍袋の尾も切れそうだ。ちょっと待ってよ、もう覚えてなさい。ローレンスだからってそこまで言わなくても。大丈夫、大体予想はしてたから。他の人は当たってみましょう。憔悴する者よ、高貴なるローレンス家から大切な話がある。厳粛にひざまずき、最上位の誠意をもってして貴族の栄光を受け入れよ。あれ、どうして反応がないの。礼儀作法ではこれを言った後に相手が片膝をつけるのを待って、それから背筋を伸ばして見下ろしながら次の言葉を言うってあるのに。あ、そうだ、極力相手を見つめることはせず地位の差を強調するんだった。似てない、私ずっと見ていたわ。まあいいわ、面倒だし膝をつかなくても結構よ。このまま次の言葉を言うから、ここはまず無礼者を挟んだ方がいいかしら。俺に構うな、喧嘩でも売ってんのか。ローレンス家の人間に言うことは何もない。え、またそれか。そうね、どうやらこちらの言葉に耳を貸す気はないみたい。一人であれこれ言っても意味はないから、他の人を探しましょう。でも私に無礼を働いたこと忘れないわ、覚えてなさい。キンクなるものよ。もうやめてくれ、さっきまでのも全部聞こえてたよ。無駄な時間を使わせないでくれ。俺もみんなと同じ意見だ、何も言うことはない。まったく、こんな雰囲気だってのにまだ気づかないのか。落ち着いて、悪気はないんだ。もちろん彼女がセピロス騎士なのは知ってる。騎士団も見誤ることはないだろう。しかしローレンスという名前だけは何があっても消えない傷なんだ。
そのローレンスの末裔が今もなおモンドを支配し、旧貴族の制度を奪還しようと企んでいる。誰もが知っていることだ。そんな状況の中、一族の話し方を隠そうともせず見せつけるなんて、我々一般人を馬鹿にしているとしか思えない。君の言うことも、うん、一理あるわね。でも、このような扱いを受けたこと忘れないから。なんだ、やるってのか。言っておくが、腕っぷしじゃ勝てなくても騎士団に報告することくらいはできるからな。すまない。でも彼女にもこっちの考えを理解してもらいたかったんだ。それとこれ以上不快な思いをしたくないなら、こんなことはさっさとやめた方がいい。そう、分かったわ。彼のことは放っておいていきましょう。大丈夫、いつものことよ。他は当たりましょう。おいおい、もう十分だぞ。ひとまずやめよう。お手本を見せろとか言ったオイラが悪かったよ。みんながローレンス家の人間に対してそんな風に思ってたなんて知らなかったんだ。仕方ないのよ、有名な悪者だもの。3歳の子供だってあの話を知っているくらいなんだから、当たりがきついのも当然よ。心配しないで。普段はセピロス騎士として扱われているから、多少なりとも会話はできているわ。今日は貴族の話し方をしたからあんな反応になったんでしょ。私を信じて、本当に大丈夫だから。多少なりと思って、普段も似たような態度を取られることあるのか。あんな態度良くないと思うけど。仕方ないの。過ちを犯した人はこうなるのが定め、罪人は罰せられるのがこの世の道理。でも大きな過ちを犯して償いきれない場合は、町と風には記憶があるの。償うべき罪は代々伝承していく。今は私の肩にかかっているというわけ。身をもって償った一族の先祖たちと比べたら、日常生活を送る資格がある私は十分満たされているわ。それなのに、オイラたちにお手本を見せてくれたのか。そう言われるとそうね。このことはしっかり覚えておくわ。いつかまとめて清算させてもらうから。さ、これ以上の詮索はなしにしましょう。私が好きにやっていることだから。でもさっきのやりとりじゃあまり勉強にはならなかったわね。結局また他の人を探さなきゃ。いいよ、こいつは頭がいい旅人なんだ。旅で遭遇した様々な仕掛けを解いてきたんだぞ。さっきので十分学べてるはずだ。そうだよな。本番の時にどうにかごまかせばいけるって。もうこれ以上エウルアを他の人と口論させるのはやめよう。なるほど、分かったのならいいわ。これで半分はもうマスターしたわね。言葉遣いに関しては貴族の美学に由来するもの、つまり感性によるものね。しかし所作に関しては何度も特訓することが必要不可欠。これに関しては効率のいい特訓方法があるから、ドラゴンスパインに行きましょう。何かすごいことを聞いた。
君ってこんな過酷な環境の中でやるもんなのか。貴族の所作を学ぶためにはその中にある優雅さを身につける必要があるの。どんな劣悪な環境でもね。例えばここから先を見るととても険しい山道があるでしょ。もしきちんと教養のある貴族であれば葉が体に触れることなく優雅にここを通ることができるわ。それはもう貴族じゃなくて経験豊富な冒険者だろう。でもこれなら貴族の言葉遣いを学ぶときよりかはお前の経験が役に立つんじゃないか。オイラもそう思ったぞ。楽勝だな。自信があるみたいね。では始めましょう。優雅さを保つことに専念してね。吹き飛ばされたりするとみっともないから。私の予想よりずっといいわよ。あと少しで当たってたぞ。足手まといにならなくてよかったぜ。これでオイラたちも立派な貴族になれたんだな。いいえ、まだ始まりに過ぎないわ。さっき経験したのは一番簡単なケース。実践ではあんな風に立ち止まって分析する機会なんてない。見て、前方に魔物を引き寄せる地脈沈積があるわね。激しい戦いの中で冷静に戦況を判断してこそ真に優雅と言えるわ。小さい頃から家族のしつけが厳しかったのよ。さ、行きましょう。この地脈沈積ね、起動して。吹き飛ばされたり凍らされたりしないでね。優雅じゃなくなるから。ふっ、熱々です。君がこんなに優秀だと思わなかったわ。雪山という環境下でも思い通りに行動できるなんて、私でも君のようにはできないかな。これならもう私から教えられることはないかも。さっき言っただろ、こいつは冒険に関してはすごく得意だって。ヒヒヒ、これでオイラたちも合格ってことだよな。早くここを離れようぜ。オイラもう凍え死にそうだぞ。待って、私が褒めたのは彼よ。君に関してはまだまだ特訓が足りないわ。オイラも特訓対象だったのかよ。ええ、そうよ。特訓の時君だけそこら辺をうろうろと飛び回ったりして全く優雅じゃなかったわ。私の教えをちゃんと聞いてなかったんじゃない？
お前の身の安全に注意を払ってたんだ。どんな理由であれ、私の話を聞き流したことについては忘れないから。はあ、まったく。これを飲みなさい。なんだこれ。もしかしてオイラに毒を。違うわ、ホットミルクよ。凍え死にそうなんでしょ。温かいミルクでも飲んで体を温めなさい。うわありがとう。でもさっきは恨めしそうに忘れないって。だからこそこんな心配をしているんじゃない。私が復讐する前に凍え死なれたら困るでしょ。だから小さいの、死なないでよね。うわ、やっぱり変な人だぞ。復讐のためにしただけよ。感謝されるようなことじゃないわ。さて、そろそろモンドに戻りましょう。所作の特訓も終わったことだし、次で最後よ。私の叔父に手土産を渡す準備をしましょう。いい考えがあるの。鹿狩りのサラのところに行きましょう。一緒にご飯を食べていなかったものね。さ、君たちも座って。手土産のことは食べながら話しましょう。追加で注文するものはありますか？私の叔父は漬け野菜肉炒めが好物なの。後で叔父に届けるから、これを一つテイクアウトでお願い。はい、わかりました。ただ、準備に少し時間がかかりますので、後ほどカウンターまで取りに来ていただけますでしょうか。ちょっと待って。この満足サラダって、アンバーが注文したの？違いますよ。彼女が野菜を注文していなかったので、私からおまけとしてお出ししました。注文していないのに勝手に出すなんて。このことは忘れないから。こんなことまで覚えておくのかよ。もう初めて会ったわけじゃないんですし、私がこういう人なのは分かってますよね。では私は漬け野菜肉炒めを準備してきます。ごゆっくり。はあ、まったくサラったら。いつかまとめて生産してあげるわ。でも、なんで漬け野菜肉炒めを手土産にしたんだ？そんな料理聞いたことないぞ。鹿狩りの裏メニューなのよ。おじみたいに常連客だけが知っているの。旧貴族にふさわしい味わいをしているわ。でも漬け野菜は酸味が強いから苦手な人も多くて、だんだんと誰も注文しなくなってね。エウルアに勧められて一回食べたことあるけど、飲み込めなかった。だから私はあれを復讐肉炒めって呼んでるよ。私と好みが全然違うのね。意外だわ。でも思わぬところで復讐を果たせたみたいで嬉しいけど。当然よ。彼女みたいに誰にでも借りを作る子なんてモンド中探してもそういないわ。
その冗談。普段なら大丈夫だけど、誤解されるから栄誉騎士の前ではやめてよ。エウルアはいつも恨みやら復讐やら言ってるけど、それは彼女の生き方なだけで、実際はそこまで気にしてないから。気にしているわよ、はっきりと覚えているわ。もうアンバーったら本当に憎らしい。オイラにも分かってきたぞ。エウルアって実は単純にいい人なんだって。優しくするならそんなにひねくれなくてもいいのに。小さいの、君は私みたいに罪人として扱われたことないでしょ。それはそうだけど。だったら当然知らないはずよ。悪人が善人になるのはとても困難なの。私は善人になれないし、なるつもりもない。ちょっと、そんな深刻な感じにならないでよ。冗談だから。早く食べましょう。冷めてしまうわ。お腹いっぱい。サラさんのところでお会計してくるね。大丈夫よ。モラはもうお皿の下に置いたわ。直接お会計に行ったら、サラはきっとあのサラダ代を受け取らないだろうから。私の復讐に対する執着を見くびらないでほしいわね。そんな隙をサラに見せるわけにはいかないわ。ふん。さて、あとは私の王子に会うだけね。彼は清泉町近くの山上に拠点を持っているから、普段はそこにいると思うわ。え？オイラはてっきりエウルアも一緒に来るのかと思ったぞ。それは少し都合が悪いかな。私がいない方が順調にいくと思うわ。そうだ、サラにお願いしたテイクアウトを忘れないでね。私も引き続き野外調査をしてくるから、またね。え、またね。君たちって本当に面白いわ。はい、こちらが漬け野菜肉炒めです。味が落ちないよう熱いうちに食べることをお勧めします。もしエウルアさんに何か変なことを言われたのなら、あまり気にしないでください。彼女、実はとても優しい人ですから。なあ、聞きたいことがあるんだけど、エウルアがモンド城の人に話しかけたとき、みんな彼女のことを悪く言ってたんだけど。でも、さっきのエウルアとアンバー、それにサラとは仲が良さそうだし。ローレンスという姓はモンドの人にとっては拭いきれない重い意味があります。一度でもこの姓を認識してしまえば、皆さんエウルアではなくローレンスとしか見なくなるのです。ですのでエウルアさんが何をしようとも有罪になり、何をやっても無意味なのです。じゃあどうしてサラはエウルアに対して他の人と違う考えを持ってるんだ？彼女がセピロス騎士団に入った時、それはもう大騒動になったんです。大勢の人が彼女の入団撤回を騎士団に求める署名活動を行ったほどでした。一方でローレンス家の方からも一族の人たちが騎士団へと押しかけ、エウルアさんに説明を求めました。うわ、両方怒ってたんだな。はい、エウルアさんがどれほどの覚悟と決心を持っていたかが伺えます。幸いにも大団長ファルカさん、そして騎士団の他の人たちも確固たる意志で入団を迎えていたため、事態は収束しました。しかし
それはただ奥深くに押し込まれただけで、根本的な解決には至っていないんです。一般人から見れば彼女は騎士団の汚点であり、ローレンス家の人から見れば彼女は一族の災いでしょう。しかし彼女はただ黙々と騎士の責務を全うし、人々を助けています。私も彼女に助けられた一人なんです。エウルワさんはみんなから理解と関心を得るべき人だと思います。少なくとも公正な扱いを受けるべきです。はい、その日がやってくることを信じています。この一件が片付いたらもう一度エウルワと話してみるよ。今ならどう彼女と接していいか分かる気がする。それは良かったです。口に出さないでしょうが、きっと彼女もすごく喜ぶはずです。では行ってらっしゃい。また来てくださいね。